糸国歴史博物館は、福岡県糸島市にある博物館。1987年7月、糸歴史資料館として開館。2004年10月29日、前原市立の博物館として開館。2010年に市長合併によって、前原市が廃止され、糸島市が新設されてからは、糸島市立の博物館となった。初代館長としては、 平原遺跡発掘の功績を称えて、原田第6が予定されたが、開館準備中に死去したため、その業績を称える目的のもとに銅像が製作された。この銅像は、今も、旧館の正面の脇に佇んでいる。建物は、旧館と新館とからなり、新館1階に企画展示室、常設展示室1、エスカレーターを登ると3階になり、常設展示室2がある。 3階から連絡通路で休館に渡ると、休館の2階にで、休館常設展示室1.2がある。休館1階にも若干の展示がある。新館4階には展望スペース、図書コーナーと研修室があり、展望スペースからは、周囲の山々と糸島平野を見渡すことができる。 新館3階に登るエスカレーターは狭く薄暗く作られており、高果音とともに現代と糸国をつなぐタイムトンネルとなっている。3階の常設展示室には国宝に指定された平原遺跡湿度の同郷、曲がたその他の湿度品や遺跡の発掘時の復元模型などが展示されている。平原遺跡湿度の直径4 6 5トル 重さ 8kg の大型内耕家門郷は、日本一大きな道鏡である。糸島市に発見がある国指定の史跡の発掘品、市内からの出土品のほか、近世以降の日常的な生活用具の収蔵、展示も行われている。ボランティアのガイドによる案内がある。所在地、収蔵先は変更の可能性あり、公式サイトも参照。ありがとうございます。